this is Yurie. Hello, Yurie. また電話しちゃった。いつでもいいよ。Welcome to Yurie ni Komi. Hello, everyone. This is Yurie Kamitomo from NBC. 皆さんこんにちは。NBC アナウンサーの Kamitomo Yurie です。この番組は聞き始めたらあれれ止まらない。また聞きたくなる。電話でのおしゃべりのように私と気軽に英語を耳で楽しむ番組です。私は大学時代高校の英語の教員免許を取得したんですが、ここ数年英語に触れる機会がぐっと減ってしまって全然話せなくなってしまったんですよね。せっかく改めて学ぶのであれば、英語が苦手という方も一緒に楽しみながら自然と日常生活に馴染むような英語番組を鹿児島からも作れたらいいなと思い、勇気を出して企画しました。ぜひ気軽に聞いてください。 Today's episode is Fall Food in Kagoshima. 秋。 It's my favorite season of the year. まず秋という言葉、 Fall と Autumn、 2つの言い方があります。Autumn はイギリス英語、 Fall はアメリカ英語と言われているんですね。どちらを使っても大丈夫なんですが、日常生活の中で使うカジュアルな場面では Fall、 ニュースなどのフォーマルな場面では Autumn を使うことが多いので、ここでは Fall を使いますね。食欲の秋、日本には美味しい秋の食べ物がたくさんありますよね。 In JapanWe have a lot of delicious seasonal food in fall, so it is the best season for eating. まず鹿児島といえばさつまいも。安納芋や紅はるかなどいろんな品種がありますが、皆さん、さつまいもは英語でなんていうかご存知ですか？さつまいもは sweet potato, sweet potato。 日本語でこうカタカナでスイートポテトといえば、さつまいもを使った甘い焼き菓子をイメージしますよね。ただ英語だとスイートポテイロなんです。焼き芋だったら焼くはベイクとかローストっていう表現で、焼かれたさつまいも baked sweet potato、 roasted sweet potato で伝わります。続いて栗。この時期ケーキ屋さんに並ぶモンブラン美味しいですよね。栗は英語でなんていうかご存知ですか？ついついね、マロンって言いそうになりますよね。ただマロンではないんです。栗は英語でチェスナット、チェスナットです。マロンはフランス語なんです。正しくはチェスナット。モンブランだったら英語でチェスナットクリームケーキ、栗のクリームケーキということでチェスナットクリームケーキとも言います。では最後に、これは難しいですよ。カンパチ。鹿児島の養殖のカンパチは生産量日本一ですよね。お刺身でいただくと最高です。カンパチは、これ私も初めて知りました。Greater Amberjack。 Greater Amberjack。 響きがかっこいいですよね。他にも果物の柿、Persimmon、 梨、Pear、 キノコ、Mushroom、 かぼちゃ、Pumpkin など美味しいものが盛りだくさんの秋。ぜひ皆さんも秋の美味しいものを食べるときは今日の単語を思い出してみてくださいね。ユリエにコールミー。5分という短い時間でしたが、いかがでしたか？今後は実際にリスナーの皆さんからの英語で気になるあれこれにお答えしたり、鹿児島の英会話教室や塾、英語を使ってお仕事をしている皆さんともおしゃべりしたいなと思っています。あ、もうこんな時間。 I gotta go. Call me next week.